こんにちは、サラリーマン YouTuber J のコーナーでございます。今回もね、サラリーマン YouTuber J さんからのメッセージではないんですけども、この動画のシリーズを見てね、自分もやってみようと思ってやってみたという事例をメッセージいただきましたんで、まあ、ちょっと読むと、ダメみたいですね。これは匿名でということなんで、要約してお伝えしますね。この方はサラリーマンで、お勤めされてます。オフィスワークです。でオフィスワークの中で昼休憩があるんですけども、皆さんね、エレベーターに乗ってで降りて、でコンビニとか飲食店に買い物に行って、まあ、中にはねそこで済ませてくる方もいるし、帰ってきて、事務所でテーブルの上でね、机の上で食べてる方もいらっしゃると思いますけども、まあ、そういう中でね、この今回メッセージいただいた方 A さんと仮に名付けましょう。この方はね、24歳です。だから入社してまだね2年目ぐらいだと思うんですよね。24歳って書いてあるだけなんですよ。もしかしたら高卒で6年ぐらいお勤めしてるのかもしれませんけど、まあ若い方ですよね。でこの方が私の動画を見てね、で感じたのは、自分でも社内でビジネスをやってみようかなと思ったらしいんですよ。ということでこの方が一番最初に始めたのは、実はですね、ドリンクの提供だったみたいなんですよ。通販でドリンクをね、この紙パックのやつがあるじゃないですか、あれを60円ぐらいで買ってきたのを100円で販売するようにしたらしいんですよ。そうするとね、まあまあ思いのほか売れたみたいですよね。というのが、事務所には備え付けのコーヒー無料であるんですけども、この野菜ジュースとかね、なんとかドリンクっていうのはなかったみたいなんですよ。まあ、ですんで炭酸のものをこう仕入れてみたりとかね、紙パックのなんかピクニックみたいなヨーグルトみたいなのあるじゃないですか、あれを何種類か入れてみて、常時まあ少し置いといてですね、それで1個100円ですってことで始めてみたんですよ。そのデスクの上に小さな箱を置いて、そこにジュースを何本か並べて100円ってやっただけなんですよ。でたまにポチポチ売り出したらしいんですよね。まあそれは以前からもやってたんですっていうふうに言われてました。でそのきっかけも、久保さんができるところから始めたらいいんだよとかね、それから何ですかね、手持ちのカードを使ったらいいんだよってことで、これだったらできるなってことでやってみたんですよ。でもちろんね、その方のお勤めの環境の、その会社のビルの途中にはコンビニもあるし、スーパーもあるし、買い物できる環境にはあるんですよ。まあ、ですんで出勤された方が途中で買ってくれば、そこで買う必要はないんですね。でも出勤する途中に買い忘れちゃったとかね、それとかコンビニだと128円だけども、オフィスであの人から買うと100円だからっていうので、商品の比較ができやすいっていうところと、あとはですね、買い忘れちゃったとか急に欲しくなったっていうニーズもあるんですよ。それに対して、まあ、1個100円っていうのはとっても手が続きやすかったんでしょうね。という形で通販で68円ぐらいで買ってきたのを100円で売るっていうビジネスをまあまあ成功させていって、まあ、1日の売り上げがね、まあ、1000円とか2000円だったみたいですけども、それでも日々利益を生んでるのは確かなんですよ。すごいですよね。しかも在庫に100個からちょっと持ってくる必要なくって、カバンに 2,3 本忍ばせておくだけなんで、すごく簡単だったみたいです。でそういうところからね、今回ね、私のこのサラリーマン YouTuber J のコーナーを見ながら、お弁当の販売始めたらしいんですよ。お弁当は完全予約販売で最初にスタートして、最初は唐揚げ弁当とサンドイッチっていうのを2種類作ったそうなんですよね。それで1個500円で注文を取ると、まあまあ売れたらしいんですよ。あとね、夕方の会議のために、その部長がね、部長か課長かちょっと忘れましたけども、そこの、ボスがですね、じゃあ全員分20個明日用意できるかなっていうので頼まれることも始まったらしいんですよ。これすごくないですか。500円の社員が作ったお弁当を、そこの所属のね、リーダーが20個ぐらいまとめて、夕方の会議のために、残業の会議のために用意してくれて、発注してくれるって言うんですよ。でその方は20個ね持ってきて、だからその時は奥さんがやったらしいですけどね、奥さんが持ってきてくれたらしいんですけども、いやこれすごいいいなと思いましたね。要するに社内販売って、別にそういう業者じゃなくても社員がやればいい話なんですよ。まあ、そうするとね、その方は同僚の方にやっぱりこうすごく聞き取りもしやすいですよね。次どんなお弁当がいいとか、どんな感じがいいとか、どういうふうな感想を持ちましたみたいな感じで、レビューがすぐ巻き起こるんですよ。これとってもいいと思いますよね。でここで私がね、そのメッセージいただいて返信を先ほど終わらせたんですけども、返信させていただいたのが、じゃあその日々のね、あなたのビジネスをブログか何かで紹介したらいいんじゃないですか、せっかくそういうことやってるんだから、私に報告して、私が報告ね、こうやって動画であげない限り、あなたの活動は知られないじゃないですかと。でそうすることによって、多分あなたの例えばね、会社の中だけではなくて、多分上の階にも会社があって、下の階にもテナントが入ってると思うんで、そういったビル全体に対してマーケティングかけれるじゃないですかと。場合によってはエレベーターに広告を貼らせてもらうとかね、その他のオフィスに、だ14社ぐらいそのビルに入ってるらしいんですけども、ポスティングをしていって、社内販売うちで受けたまってますみたいな感じで、もっと言ったらですね、あなたがそういった弁当部門の部長とかにやらせてもらって、会社の作業を離れてね、そうやって弁当ばっかり
デリバリーばっかりをやるような部門を会社に予算をもらって作れるじゃないですかっていうふうに展開したんですよ。ということで次の段階に進むそうです。以前もね IT 部長みたいな部門を私のアドバイスで作ったって方がいて、で給料が上がったよって言い方がいましたけども、こういったねデリバリー部門っていうのを作ることによって、そのビル全体の飲食を管理するようなそんな会社がねもしかしたらできるかもしれないですね。子会社化して、その子会社の社長にこの24歳のね青年をなるかもしれないですね、うん、でこれまさに時代に沿った流れだと思うんですよ。だから次は多分ブログとかで発信するんじゃないですかね、うん、うちのメニューはこうですと、注文はこのブログからどうぞみたいな感じでやるんじゃないですかね。ということで私と J さんのやり取りのはずだったんですけども、この動画を見てる人が先に儲けちゃうみたいなこともありますんでね、これからもしっかりと見ていただければと思います。そしてあなたの暮らしに合ったような形にカスタマイズして、そして自分なりのビジネスを展開してみてください。どっからでも誰でも利益を上げることはできます。なぜならあなた今どっかにお勤めでしょ、要するにお金を稼ぐプロとして勤めてるわけなんですよ。ですんでちょっとしたアイデアで、そのあなたの今稼いでお金を稼いでるってスキルを別の分野にも生かすことができるんですよね。ぜひね自信持ってやっていただきたいと思います。このサラリーマン YouTuber J のコーナーでは、サラリーマンとして固定収入がある方のプラスアルファの報酬の取り方っていうのをこうやって紹介しております。いってらっしゃい。